はい、どうもなわけです。栃木にですね、緊急事態宣言が出されていまして、1月14日から、2月7日までね、緊急事態宣言が、出されているわけですが、それによって外出がね、できないというわけで、おうち時間をね、堪能しているわけです。まあ、おうち時間を堪能しているって言ってもね、僕はね、本を読んだりとか、動画を編集撮影したりとか、で、あとはですね、ウォーキングをするようにしています。で、ウォーキングをですね、毎日ですね、20分から30分ぐらいね、するようにしていまして、まあ、大体ですね、1キロから2キロくらいね、歩くようにしています。で、ウォーキングすることによってですね、自分のね、免疫力を上げることもできますし、で、睡眠質が、ね、上がるというわけで、まあ、ぐっすりね、眠るというわけです。うん。ウォーキングをするとね、しないと全然違いますから、ウォーキングはね、僕はね、した方がいいと思っています。うん。別に、ウォーキングにね、限らずですね、筋トレとかね、ヨガもね、やった方がいいですよ。サブスじゃ申し訳ないんですけど、まあ、一番おすすめなのは、やっぱりウォーキングでしょうかね。うん。ウォーキングっていうのはね、本当に気持ちがいいですし、あとはですね、まあ、リラックスまで、まあ、できるんですね。うん。で、今はね、大学生はですね、春休み中でございまして、春休みが長いんですね。で、春休みが確か4月の第1週のね、日曜日までだった気がするんですけど、まあ、それまでね、長いというわけです。まあ、本当に、まあ、紐ですから、まあ、バイトね、これからしようと思っているんですけどね。うん。で、まあ、ゲームもね、もちろんしていますし、あとはですね、まあ、普通に、ね、食べたりしています。うん。お菓子もね、結構まあ食べているんですけど、それによって、過ごしているわけです。緊急事態宣言を解除されてからは、普通にね、動画をね、撮りに行こうと思いまして、その安全をね、確保した上で動画をね、撮りに行こうと思っています。うん。で、観光に行きたいと思っているんで、そう、これね、マイクね、買ったんですよ。そう、今日ね、撮りまして、まあ、こうやってね、マイクをね、撮って喋っているわけですけど、これね、マイク本当にいいんですね。だから、観光しに行くときも、これマイクをね、だからね、撮りに行こうと思っているんで、そう。日光でも行きたいし、あとはね、クルーズの方をね、観光にしに行こうと思っています。うん。で、このマイクをつけながらですね、動画をね、撮りに行こうと僕は思ってますんで、ぜひね、その観光の動画をね、楽しみに待っててください。うん、皆さんはね、おうち時間何しますか？よかったらね、ぜひコメント欄に書いてくれるとね、嬉しいんですけど、そう、僕、それに書いてくれることによって、まあ、参考になりますんで、よかったらぜひね、書いてくれるとありがたいです。はい。今日ですね、緊急事態宣言のお話をしました。まあ、できる限りですね、おうちにいようと思ってますんで、よかったらですね、まあ、感染もね、だんだんね、下がっていますからね、それはね、皆さんのおかげだと思っていますんで、まあ、できる限りね、おうちに、ね、過ごしていきましょう。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、Twitter、Instagram、ポコちゃんのフォローね、ぜひよろしくお願いします。それでは、さよなら。